まだ開いてる。うわっ！なに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 、びっくりした。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ライです。というわけで今回こちらのザ・ボールピット、こちらのゲームやっていきたいと思います。うん、ちょっとアウトかもしれんちょっとだけアウトかもしれないけど、まあこちらホラー注意となっております。苦手な方はご注意ください。それじゃあもう早速やっていきましょう。プレイゲーム、海外のね、一人称視点のゲームってことらしいんで、普通にやっていけばいいのかな。 Boy, I am hungry。 あ、お腹空いてるよってことか。どこに行けばいいんだ。ここでいいのかな。わ、すごい、割とまんまな気がする。なんか危ない気もするな俺大丈夫かな。え、メニューとかまんまじゃない。 Eat happy meal。 これ食べればいいのか。美味しいね。 I should play go play area。 プレイエリアっていう場所があるのか。遊ぶ場所みたいな感じか。なんでこっちこんな暗い。あ、なんか施設だなこれ。もしかしてこれ、あ、これプレイエリアじゃん。ちょっと他のところ行けない。なんかブローアップだ、ソーダファンション、コーキーコーラ、ペプシー、ファンタアウトじゃないのか。何これ、なんか今クリックしたけど、何したのか分かんない。お、店舗の中入れちゃいいのこれ、いいのかなあ、いらっしゃいませ、こんにちは、こんばんは。スマイル1点入ります。ピカーンってスマイルって頼む人いんのかな。スマイル頼んだことないんだよね。スマイル頼んで何が起きんのっていうかもちろんスマイルが帰ってくんだろうけどさ。こっち出れる、出れはしないか。こっち側なんか濡れてる、なんかコーラこぼした。ここクソ汚ねえな、ここ拭いときてー。けど拭けねえんだよな、まあ、とりあえずプレイエリアに行けってことだから、こっちでいいんだよね。さあ、こっちには何がある。なんか子供の遊び場みたいなところかな、もしかしたら。ん、あれ、いけない。ん、あれ、なんかいけない。あれ、待って、なんで、ちょっと待って、なんで入れなくなったんだ。よし、ちょっと今度こそ今度こそあのエリア入れるかどうか試そう。なんて言ってるそれ。 I should go play in the play area。 だからこっちで合ってんだよね多分ね。あ、いけるわ。あ、さっき多分バグってたね。バグってたんかよくわかんないけど、暗、プレイエリアって名前にしたら暗いな。これどうやっていくの。 I will need to find a way。 あ、なんて、なんだったんだ今の。あー、鍵必要。飛び越えることもできないもんね。ジャンプが謎にあるからないか。どこで調べればいいんだろう。これも何してんのか分かんないけどな。ブローアップ、待って、ブローアップってなんか成長みたいなことじゃないっけ。ここ開けれるようになったとか、もしくはここ越えられるとか、そんなわけねえな。鍵探しかな次は。鍵どこにあるんだろう。鍵ないか。机の上とかかな。こういうところの机の上に、椅子の上にとか。違う？わー、やばい、アウトじゃないマクドングス、マクドンっていうのかな。こっちも特にないしな。この上とかでもない。あ、開いた、開くんかい。あ、なんか入ってるよ。きたねきたね。そしてでっけ、この鍵、まあ、この鍵持っていけばいいのか。そういうことか。これもしかして外出れる。取っ手のところに照準合わせないといけないか。あ、こっち開かないのね。なるほど。じゃあ、とりあえず、中入って、鍵開けよっか。なんでこここんな封鎖されてんだろうね。よいしょ。よし。さあ、ここには、あ、電気だ。アクティビートパワー。これ下ろすと、よいしょ。おお、明るくなってる。すごい。ええ今何？めっちゃ叫び声聞こえてるけど。あ、こっちから入れなくなってる。ってことは、上から行けばいいのか。なんか、あ、書いてあるな。Warning. Do not go into the ball pit. ボールピット。この中に入るなって言ってるよ。待って、外出れる。あ、はい、もう閉まってますね、早速。あ、外暗くなってるわ。まあ、多分このボールピットの中入んないといけないんだろうな、要するに。めっちゃ楽しそうなんだけどな、普通に。てか、マクドン、すごいな、このでっかい施設。これ入ればいいの、ここに。いける？あ、行った。ヒュー、楽しいぜ。はーい。よいしょ。OK。じゃあちょっと戻ろっか。どうやって戻れるんだろう。どっからか戻れる？戻れるわけじゃない。あれ？どこ行けばいいのあれ？俺、今思ったけど、これどっから出ればいいの？出れ？何？え？何？え？え？何？何が起きた。お、何、うわ、あー、やばい、罠だったんだこれも全部。何これ、グラブ、フラッシュライト、なんか先でうごめいてたよ今。何これ、何、そして
これは特に何もないの。何のために置いてあるんだ。まあ先進もうか。すごっ。ボールピットの中なんでこんなことになってんの。ボールがゴロリゴロリ消えた。この先なんかボールが、あ、出てるんだ。この先からボールがなぜか。あ、待って、これ上から出てる。なんで。まあいいや、先行こう。開かない、開かないんだ。え、開かないの。ん、いきなり積んでね。なんかこのボールの中、おっと、あれ、さっきこんなところあったか、気づかんかった。こっち行けばいいのか。なんかまだ周りがさ、このボールの感じだからすごいなんかまだ明るそうに見えるけどさ、なんかだんだんノイズみたいになんかすごいところから発生してんな、ボール。今度は、あ、こっち行けばいいのか。こっち行ってみるか。開くね、どんどん開くな。でっけえボール。ん？あ、これもしかして。なるほど、こういうアトラクションか。よいしょ。ほい、何があんだあれ。なんかあるな。ほい。こういう操作性難しいんだよね。よいしょ。はい。はい。よし、来たー。で、またキーがあると。だと、他のところの鍵だねってことか。まあ、とりあえずこっちだね。反対側何があるんだろう。何もないのか。戻りましょう。こっちだよね、確かね。よし、ここだね。開けて、まだ先がある。え、これいつになったら俺脱出できる？何これ。プレスボタン、押してみる。何のために押したの俺。何のために押したのかよくわかってない。あ、これでもしかして、あの先に道ができたとかそういうことか。こっちの先に道できそうなところあったもんな、明らかにね。そろそろドンって脅かし要素来てもいいよ。来ないね。ここバーって行けばいいのかな。よしよしよし。まだ特に何も起きてないけど。怖いね。そろそろ来るよ。さ、どこで来る。どこで。何も来ない。何も来ないね。うわ、怖え。来るなら早く来い。来るなら。何この部屋。マクドンだ。マクドンだ。でっけえマクドン。ボールピットの中こんな広いことある。店舗丸々1個入ってんの。これどこ入れる。リリース品。リリース、ちょっと待って、リリースって何。なんかこの中いるのか。いるってことだよな、どう考えても。何リリースって。何か解放するみたいなこと。なんか逃げ道的なものなんか存在しないのかな。存在しなさそうだね。ちょっとここ登れない。ワンチャン登れる。登れないか。なるほど。じゃあちょっとここリリースしてみっか。何がいいんだこれ。店舗とは思えないな。なんだここ。なんかいる？ん？あ、待って、手じゃんこれ。何？ What the hell？ え？あ、まだ開いてる。うわ！何びっくりした。めっちゃ。何避けれない？避けれる？避けれる？無理無理無理。あの、避けれたなんかしないけど。え、めっちゃびっくりした。おい、こっからかよ。よし、もう一回行こう。で、多分これ、奥のやつを見て、やば、これ。手ってことだよね、これ、要するに。で、戻ろうとすると、あいつが出てくるってことだよね。来た。逃げろ。こっちで、多分こっちがあいつだよね。そうそうそう、ここここ。ここ空いてるから、こっち来て、すごいなんかボールピット溢れ出てんな、ここ。さあ、こっちから、しっかり。うわ、めっちゃ近い。結構近いな。めっちゃ血だまり。ここで亡くなった方もいるのか。こっち合ってる？ボディーダンプ。合ってる？ここ？ここ？あいつは来てない。なんだここ。こっちはさすがに何もできないか。まあ、こっち行くしかないか。あいつは来てないね。よしよしよし。こっちだ。Oh god, it's stink bad here. めっちゃ悪い場所だね、ここね。こっちに逃げればいいのか。あいつがいつ来るかだよな。あいつ落ちてくるのかな、もしかしたら。うわ、なんかこっちから来そう。こっちか。こっちに。まあ、一方通行しかないね、まだね。広ーい。明らかに広いよ。何ここ。押したら絶対来るやん。どっから来る？だとしたら。ちょっとね、全然想像ができない。ちょっとね、みんな考えよう。一旦あいつがどっから来るか考えようぜ。いや、わかんねえな。どっから来るかも全然わかんねえや。押そう。押すと、多分、手前の網が多分開いてるんじゃないかなって思うんだよね。あ、ほらほら、ここ。
これ空いてる。こっち行くよ、こっち行くよ。多分こっちだと思うんだ。あ、来た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 。なーにーこれ。え？なーにこれ。またアトラクション要素。こっちか。とりあえず、なに？やべ、あいつ来てんのか？ちょっとね、どっから来てんのか何もわかんないけど。落ちたら、あー、そういうことか。下から登ってくるマリオみたいなステージになったね。あ、危ない。ほい！いっけー！くっそ！待って、これどっから？これどっから？頼むよ、普通に。おい、最初っからかい。さあ、来い。意外と早いな。まあまあまあ、とりあえずは普通に逃げれるだろう。まあ、まだ余裕だな、さすがにな。うん、遅い遅い、あいつも。おい！よし、オーケー。とりあえずここまで余裕だね。てか、今思ったけどさ、これじゃあ触れてるんだとしたら危ないやつなんじゃないのか。そういうことじゃないか。さっきは溺れたっていうエンドなんだな。またさっきのところまで行こう。意外と全体を通して短いっちゃ短いからね、ある程度はやりやすいけど、ちょっとセーブポイント持ってほしかったな。で、さっきの場所はミスらない。もう、俺は。さっきの場所すごい惜しかったかな。さっきのたまたまな可能性も捨てきれないから、ちょっとそこが怖いよね。さあ、行くぜ、今度こそ。ここを登ったらスタートでね。行こう。このヘイみたいな音何なんだよ。はいはい、よし。いやいや、今のところ順調よ。さあ、ラスト、ここだよね。ここをしっかり。はい、なんで届かないの。ヤッホー。よいしょ、来てんねー。あぶねー。よし、しっかり最初の方でできる限り余裕を持って、よいしょ、余裕を持っておきたいよ。よし、オッケーオッケーオッケー。で、ラスト、ここだね。ここで、ジャンプ！届いた！いった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 。さあ、このまま、こっちに、走っていけばいいのか。どうなった？こっち、そういえば。うわ、危ねえ、めっちゃギリギリだった。飛び込むとかっていうバカな真似はしないよ。もうこのまますぐ行くわ。また最初からになるからね、ここを失敗するだけで。一個失敗するだけで最初からはしんどい。うわー、落ちてくださいと言わんばかりの穴。ここに落ちればいいの？行くよ。おお、いた。あれ？どこ？ん？なんかまた同じような場所戻ってきた。どうなってんの？ん？待って、これ正面から来たらとかもうちょっと無理なんだけど。あ、フリーダムって書いてある。え？待って、扉なん、4つ？こっちに。ん？うわ、マジか。うわ、しかもこっち行けって言ってことね。もう後ろ塞がれたと。そういうことか。こっちに行け、最終的にここを開けれたら、君は自由だよってことね。オッケー。じゃあ残り4つぐらい試練があるわけか。なんだ、試練って。特に今んとこなんてことない通路だけどな。さ、この先。この曲がり角を曲がった先には誰がいる？何もないんかい？こっち？下降りればいいの？お？どういう地形？どこ？何？どういうこと？あー、なるほど。一周しろみたいなことかな。わかんねえ。びっくりした。また、ん？あ、鍵だ。鍵取って、これどこの鍵？鍵必要な場所なんてあったっけか。あれか、最後の扉か。この扉用で必要。あー、なるほど。そういうことかな。さあ、じゃあこっちは、机があって、鍵。これはゲートに必要な、鍵だってことやな。じゃあ最後これ押して、おお、もう、泣いてんのかい。鍵はもういらんのかい。もうこっち行けばいいか。あ、今度こそフリーダム。これで最後か。行くぜ。引け。あ、光が見える。待って、こっちは。うわ、なんかこっちから来そう。前を見て走れ。奇跡。絶対後ろから来てる。あと少しだ。ほとんど。あともうちょい。マジで頑張って。明るいとこまで来たよ。来た。逃げる。うわ逃がしてくれないのか、やっぱり。じゃあ、怖かった。Thank you for playing クチャソ。ありがとうございました。はい。というわけで、今回はこちらの The Ball Pit。こちらのゲームやってきました。いやー、ボールの遊び場、あれ正式名称なんていうのかわかんないけど、まあ、ボールピットって言ったか。ボールピットって、実際遊んだことはあっても、確かに中に何かあるってなんか想像つかないから、そういう怖さを引き立てられるようなゲームでしたね。というわけで、また次回のところでお会いしましょう。バイバイ。